すいません。毎度あり。50年もののラオチューはありますか？50年ものの女ならここにいるけど、ラオチューは置いてないね。そうですか。うちの常連は安酒しか買わないから、あそこの雑貨屋さんなら根の張るお酒もあると思うよ。わかりました、ありがとうございます。どうせ買い物じゃないんだろ。いえ、今日は。おや、珍しく買い物かい。はい。で、何を探してるんだい？50年もののラオチューはありますか？ラオチューならあるけど、50年ものがあったかどうか。そうですか。酒はたくさんあるから、あんた自分で探してくれるかい？同じ瓶や亀でも年代が違うからよく見るんだよ。わかりました、探してみます。はい、いらっしゃい。今日は買い物かい？売り物があるのかい？生薬はセットならうちで買い取るよ。売ってくれないのかい？まあ気が向いた時に頼むよ。これは違うな、ただの酒。これは違うな。これは何だろう、面白い瓶だな。これは酒か？ラオチューじゃなさそうだ。ここには50年ものはないな。他を当たってみよう。カレンさん。はい。50年もののラオチューを売っている店を知りませんか？購買雑貨で手に入るかしら。花橋の方のとうとうとかはどうかしら。わかりました、ありがとうございます。何か探しとるのか？ええ、ちょっと。50年もののラオチューはありますか？酒ならいろいろ揃っとるぞ。まあ見てみ。そうですか、探してみます。この酒は違うに、これはラオチューだけど、これは違うな。虫が入ってる。これは酒か？ラオ、この酒の瓶は、これは酒か？これは違うな。これは違う。
これはラオチュウだけど、50年も…これはラオ…あった！50年もののラオチュウだ。え？こんなに高いのか。おお、見つけたか。そいつは高級品じゃぞ。本当にそれを買う気か？こんな高いもの買ってどうするんじゃ。まだ飲める年でもあるまい。いや、どうしても必要で。ま、よかろう。孫さん。本物じゃろうな。まあ、飲めばわかるがの。さてと次は…え？次があるんですか？不服か？ま、別にわしはここでやめても。ああ、やります。孫さん、お願いします。俺に技を。武功館の白虎に勝ったらまた来い。そしたら教えてやらんでもない。武功館の白虎という人なら試合をやって勝ったことがあります。何？ほほう、勝っておったか。はい、だから技を。そこの鶏を10匹捕まえろ。鶏？嫌なら。いえ、捕まえればいいんですね。今日はちと難儀じゃぞ。Yeah!
ろう。まだまだじゃが、父親の血を引いておるようじゃな。親父を知っているんですね。まあな。親父がハッカソンにいた時に取ったものです。これは岩尾と張孫明。親父と張孫明のことを知っているんですか。昔頬とわしは共に技を磨き合った。その後頬消極の名は武術家たちの中で知られ、頬のもとにはあやつを師と仰ぐ幾人かの武術家が集まってきた。張孫明もお主の父岩尾もその中の一人だった。張と岩尾は意気投合し、頬のもとで互いに技を高め合ったのだが、数年後張孫明は謎の死を遂げた。岩尾はどうしておる。親父は乱帝というやつに。そんなことがあったとは。孫さん、今日はもう終わりじゃ。明日また来るがよかろう。よいか、日々の修練を怠ってはならぬぞ。わかりました。シェンファの家に帰るか。